はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。3時45分ぐらいですか。2月は12日マンデーでございまして、千代田区12度ですね。この部屋は暖房なしで22度でございます。いい感じですね。いきましょう。大紀元ですね。深刻な経済低迷続く中国、深圳でまた一つ老舗玩具工場、おもちゃですね、が倒産、中国広東ということでして、ちょっと読んでいきますとですね、こんな感じですね。かつて米中貿易戦争や中共当局による貿易、疫病を防ぐの方ですね、そっちが中国経済にもたらした影響は一層表面化している。最盛期には中国のシリコンバレーとも呼ばれた広東省深圳では近年、玩具製造企業の撤退が相次いでいる。今年1月13日、30年近く創業してきた香港資本の老舗玩具工場、タツキカ静電子はい、深圳有限公司はその前日は1月12日から生産停止したことを発表、事実上倒産した。同工場はかつてディズニーグッズをはじめとする世界的に有名な海外の玩具会社からの委託も受けてきた老舗工場だ。30年で老舗というところはですね、それはまあまあ中国らしいですね。日本は30年ぐらいでは老舗とは言いませんもんね、おもちゃ工場であれば。その IT のですね、プログラムメーカーであれば、プログラムの会社であれば、30年はまあちょっとした老舗かもしれませんけどね。玩具なんてもうそんなもん何百年前からある分野ですからね。公式サイトによると、同企業は、研究開発生産販売を一体化した世界的に有名なハイエンド電子玩具メーカーで2000人以上の従業員を要していると、まあ、結構でかい会社ですよ。現在中国の多くの玩具製造企業は相次いで中国から撤退している。その一部は以上の通りであるって言ってバーッと書いてあるんですね。まあ、香港、アメリカと香港が多いですね。これら中国から撤退した海外資本の玩具製造企業は主として東南アジア、南アジア、メキシコなど経営コストの安い地域にシフトしているということでですね、このですね、終わっています。どうでしょうか。その玩具製造というのはですね、こうその国がですね、工業化する過程でですね、まあ、一番取り組みやすい分野なんですね。いわゆるまあそんなにこう難しい技術はいらないと、すぐに手を出せるということですね。ですので、かつて日本もですね、1950年代ぐらいはですね、世界中のおもちゃを日本で作っていた時代がありました。それからだんだんですね、どんどんこうシフトしていきまして、日本の次におもちゃをいっぱい作っていたのは実は香港なんですね。で、香港もですね、それを出しまして、その近くのですね、深圳あたりに移っていったと。つまり、人件費の安いところへ安いところへ移っていくのがおもちゃなんですよ。まあ、そのね、大人が使うこの機械というものは、それなりの性能を、その時代時代でですね、そのなりの性能を求められますけども、その何ランクも下の性能でですね、なんとか作れるのがおもちゃなわけでして。だから初期の工業化製品ですね。それが今や中国から逃げていってると。なぜか人件費が高いと。あとも人件費が高いのとカントリーリスクですね。いつ何時当局が何やかんやってですね、規制をかけてくるかもわからんし、なんか余計な賄賂を要求してくるかもわからんし、ですね、工場の従業員がややこしい要求を掲げてストライキをするかもわからんしということでですね、そういうカントリーリスクを考えると今は中国から出た方がいいでという結論に達したんだと思います。でそこにですね、この不況が重なっているということで、多分この2000人の従業員は解雇されてそのままということでしょうね。もうしゃあないですよ、はっきり言って。そのどこの国もね、そういう過程を一旦は減るわけでして、でそこからですね、こう抜け出してもっと付加価値の高い、
商品を製造していくという過程に行ければいいわけでして、行けなければですね、どうなるか分かりません。人件費というものはね、一回上がってしまえばですね、なかなかこう下がらないもんです。それは1割や2割は下げることはできますけど、半分になるなんていうことはほぼないわけですよね。だからもう今の中国ってね、基本的にこの深圳なんていうのは沿岸地方といいます、沿岸エリアといいまして、いわゆる日本とそんなに変わらない生活水準の人々が住んでるところなんですね。でそこでやっぱりね、こう人を雇うというのは相当やっぱりハイコストになってくるわけです。なんでですね、まあまあ無理でしょうね、もう戻っていくことはなかろうと思います。だからそういうですね、軽工業、軽い工業ですね、どん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 今中国から流出をしていくでしょう。で今後は付加価値の高いものをですね、いっぱい作っていくというふうにシフトが変わっていくと思うんですけども、まあちょっと痛みがあるでしょうね。ほんでうまくそこを抜け切ってですね、付加価値の高い製品を主に製造する。もう今の中国はですね、PC も作ればですね、車も作れるわけでして、まあそっちでうまくいけばいいとは思いますけどね。うまくいかなければですね、ちょっとやばいですね、事態が待っているということになるのかもしれません。これね、不況も重なってですね、ちょっとですね、今の中国にとっては、あれですね、苦しくなる状況かなという気はします。まあでもしゃあないですよ。今の日本もね、香港もほとんどおもちゃなんか作っていないと思うんですよ。で今のおもちゃって、そのぬいぐるみみたいな単純なものもあればですね、電子機器でしょ。なんかこう音が出たりとかですね、ピカピカ光ったりとかですね、あるいはその操作ができたりとか、スマホまがいのですね、おもちゃもありますよね。たまごっちとのブームもありましたけどもですね、ああいったものはですね、ちょっとした電子機器で、あれする、まあ単純な機械なんでですね、ピッピッピッと組み立てればですね、できるわけなんですけども、まあそれはですね、中国のような高い、今や高くなった人件費の国ではですね、ちょっと難しいのかもわかりません。ただ中国もね、沿岸地方は、ね、人件費高いんですけどね、内陸になると、そんな、どうでしょう、日本の5分の1ぐらいのところもあるんですよ、実は。いや、そんなところで作るっていう手もあるんですよ。でも、それはそれでね、もうリスクあるわけですよ。要は、田舎と都会の違いのリスクでですね、同じルールでやってるかというと違うわけですね。いろんな、こう、ローカルルールがあってですね、で、集まってくる人もですね、いわゆるフィッキングは通じなかったりする、したりするとですね、ややこしいでしょ。地元の役人への対応もありますし、まあ、それが一番面倒くさいんですけども。で、あとはですね、輸送ルートも確保しなければならないわけでして、まあ、それはそれで簡単ではないんですよね。やっぱり沿岸地域っていうのは先進エリアですから、なんていうか、常識もね、我々と共有しやすいところがあるんですよ。で、言葉もね、まあ、北京語はもちろん通じますからね。で、場合によっては日本語や英語の人もいっぱいいるわけであって、やりやすいことはやりやすいですね。同じ中国といえども。まあ、そのあたりですね、とうとう沿岸エリアはですね、中国の工場では、中国とは世界の工場ではなくなってきてるということですね。で、あればですね、メキシコとかですね、東南アジアに行った方が、まだしもわかりやすいということではないかなと思います。こう発展段階でね、こうおもちゃ捨てるとかいうんだったらいいんですけども、いや、まあ、発展しきれていない段階でですね、この人件費上げすぎたというのはですね、僕は失敗だと思いますよ。ちょっと先を急ぎすぎてですね、失敗してるんちゃうかなと思います。まあ、政治の間違いではないかなと。人件費をもっとね、抑えるべきだったと思いますよ。そこを下手にね、中国ってのはそう下手くそですね、そこがね。何でもかんでも西側資本からはですね、取れるだけ取ったろうみたいな、そういうところがあるでしょう。それがかえってですね、今、マイナスに働いていて、こういうことになってしまったんではないかな、という気がします。まあ、今の中国ね、今の中国を100年先の目で見たいですね、私はね。あと100年絶対生きられませんけど、生きて十数年ですからね、ちょっと残念です。今はものすごくこの歴史の転換点にあると思います。はい、ということで、このですね、大紀元ですね、
深刻な経済低迷続く中国、深圳でまた一つ老舗玩具工場は倒産という記事、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。